なかなかやるではないか。間一髪あの距離から逃れるとはな。もううんざりだ。運が悪かったな。俺は今不機嫌なんだ。待たせたな。さあ、この自信の実力を見せてみろ。私の気が変わらぬうちに去るがいい。慌てるな。奴はこの程度では死なん。今バラバラになるところを見せてやる。だけどよ、ついに見つけたわよ。やはり金属投資はいまいちだな。
しても寄らなければならない場所というのはここのことではないだろうが。どうやら変な術をかけられているようですね。匂いの幻覚って…まだ義乳を片付けてなかったのか。単にリナが嫌われてるだけだったりしてな。
当てるわけがない。あんな奴が一人来たぐらいじゃ状況は少しも変わらんのだ。それで PC を持ってこいと連絡が来たってわけか。そんなに痛めつけたら。忘れるな。俺の目的はこの体を元に戻す方法を見つけることなんだからな。よし、行動あるのみだ。捜査中に重傷を負った。誰かが僕の噂をしていたような。ああ、なんかモヤモヤする。ああ
せいぜいそうやって甘い戯言をほざいていろ。資格があるのはこの俺だけだ。